トラブルなく車を当てないように、はい、その辺を心がけて、ドライブしないといけないので、まあ、そういった意味ではカーナンバー23番の星野選手は快調に走っております。そうですね、ご覧いただいておりますようにこれから B コーナーに入るこのマシーン、このマシーンが星野一選手がドライブします。日産リコースカイライン GTSR ですが、本当にデビュー戦のマシーン、ドライブするのも大変だし仕上げていくのも大変だと思うんですが、よくここまでね、いいところにいますよね。見てますとね、本当に丁寧に丁寧に、はい、車を気を使いながらかつペースを落とさず、うん、本当に丁寧に走ってますね。まあ、この辺り、今年で言いますと F3000 そして GC のチャンピオン、この実力になるかもしれませんね。はい、永田さん、今スタリオンが入ってきましたね。カーナンバー5番、はい、ドライブしていたのが中谷選手、はい、今国選手がコックピットに収まりました、はい、軽くウインクしました。余裕たっぷりですね。タイヤ交換が行われています。そして給油が行われています。まだ選手は上がったままですが、まもなく再スタートできそうです。はい、どうもありがとうございました。カーナンバー5番の FTT 三菱スタリオン、現在のところは10番手というタイムですね。33周ありまして10番手というところにつけていますが、にっこり笑ったベテランの表情ということなんですが、これも全く予定通りに見えてますね。ウィーモータースポーツ、性能はスポーツチューンと新しいスカイライン誕生。新しいセドリックに乗った。新しいセドリックはいいね。人はいつの時代も持てる力以上のものを形にしてきた。それは複合への願望、複合へのロマン。今複写機を超えて複合機へ。デジタルだからファックスにもプリンターにも発展する、初めてのイマジオ誕生。 Yes, リコー。カーナンバー37番ジェフ・リース選手のドライビングを車載カメラでご覧いただいております。これからヘアピンにかかるところです。高原さん、いかがですか、ドライビング。非常に安定してますね。そうですか、安定してますのと、それからもう先ほど申し上げましたようにね、マシンを持たせる方向でドライブしてますね、はい、そうですか。現在90周目トップを行っておりますシエラは走っておりますけれども、ご覧いただいておりますこのカーナンバー37番ディース選手、総合12番手を今走っているところです。そしてトップを走っておりますのがこちらのテキサコフォードシエラ、カーナンバー6番、そしてそのすぐ後にカーナンバー7番のテキサコフォードシエラが続きます。この2台のシエラ軍団が今日のこのインターテック WTC の最終戦を引っ張っているわけです。非常に速い走りですが、さあ、そしてこちら VTR 43番のシュミッツァーの BMW ですね、 M3、 これはどうしたんでしょうか。第1コーナーです。そうですね、高原さん、これは何かあったんでしょうかね。まあ、おそらくですが、はい、フロントタイヤのグリップが低下して、はい、ハンドルを切った角度に曲がってくれなかったということなんですね。なるほどね、ハンドルを切った角度、思い通りの角度で曲がってくれないで、そのままちょっとコースアウトしてしまった、はい、そう思います。まあ、大事に至らず良かったんですが、そしてこちらは B コーナーです。カーナンバー8番のテキサコフォードシエラがスピン、そして14番のコモドンがね、ちょっと危なかったんですけれども、この旗に、旗を見ていただきたいんですが、はい、黄色と赤の旗、はい、これはコース上にオイルがこぼれてる、はい、こういう意味の旗なんですよ。今そのオイルに乗ってスピンしたということでしょうね。通常オイルバタと呼ばれている旗なんですけれども、ね、それに乗りまして8番のテキサコフォードシエラがスピンを仕掛かりました。まあ、それをうまくコモドールがかわしまして、その後のマシンもね、危うく巻き込まれそうになったんですが、そうですね、かわしてきましたね。さあ、そしてこちらが先ほどご覧いただきましたカーナンバー37番の、ジェフリーズ選手が乗りますミノルタスープラターボ。そして現在5位を走っています。総合で5位を走っておりますミノルタスープラターボ、もう1台のスープラです。36番、さあ、どこまでこの前に行っている車を捉えることができるでしょうか。カーナンバー36番、今バルディ選手がステアリングを握っているわけです。少しでも追い上げてほしいと思いますが、さあ、カーナンバー5番の
今コースピットアウトしていきました。ピットを出ていきました。現在は10位につけていました STP 三菱スタリオン。そしてこちらカーナンバー23番は現在総合で11位、総合で11位、ステアリングを握っているのは星野から受け継ぎましたオルストンです。このインターテックがデビュー戦となりました日産リコースカイライン GTSR、 現在は89周目をドライブしているわけなんですが、まあ後半に来ましてね、まだトラブルがないということは嬉しいですよね。そうですね、トラブルなしでどうにかこう走り切ってほしいものです。この23番もですね、はい、ピット2回のピットでスタートトラブルさえなければ、おそらくベスト3、今3位か4位ぐらい走ってんじゃないですかね。まあ、非常にメカ的には初歩的な部分のミスだけに日産勢としてはちょっと悔しい思いをしているかもしれませんね。そうですね、おっしゃる通りです。まあ、このデビューに向けまして日産のワークチームは本当にこの車にね運気を注いだといいますか、はい、ぜひ来年頑張ってもらいたいですね。はい、この車に対しましての応援団というのも相当このキスコ鈴鹿に、キスコには集まってきているわけです。そしてカーナンバー116番、現在デビジョン3、ここではトップにいます無限シビック。無限シビックが中古岡田君というこの無限シビック非常にいいペースで走っているわけです。現在は87周目、ご覧のようにデビジョン3では116番の無限シビック、115番のエプソンシビック、そして111番トランピオンデビン、こういった順になっているわけです。そのトップを行っていますのは116番、この無限シビック。このクラスというのは高原さん、非常に差のないクラスなんで、ドライビング情報も大変でしょうね。そうですね、1位に大接戦ですね。はい、果たして開幕5連勝がなるんでしょうか、この無限シビック。この辺りにも関係者大いに期待がかかっている、ファンが大いに期待をしているところではないかと思います。一方、総合現在トップを行っておりますが、この車です。カーナンバー6番、そしてそのすぐ後に7番、2台のテキサコフォードシエラが続いています。レースは93周目に入っています。ポストモダンタイムスへ30分の旅に行ってきました。ライザ・アズ新しいタイヤです。毎日少しずつ未来に進んでいる、ライザ・アズ新しいタイヤです。急がずにじっくりと磨いてください。ジョンソンピュアホワイト、純天然カルナバローのピュアな輝き。輝きの違いが分かってきます。ジョンソンピュアホワイト、品質で語ればジョンソン。トラッドはクオリティの話をします。誕生トラッドニュー、トラッドサニー、日産から。 Z イズム、本能を呼び起こすもの、ソウルシンクロマシーン、ニュー日産フェアレディ Z。ワークはどの精度でいけるんでしょうか。国道でデビュー戦見事な勝利を飾りましたこのスープラですが、さあドライバー交代しないようですね。しませんね。さあしかしピットインがすでに20秒を超えています。ちょっと時間かかりすぎですね。ガソリンの補給も終わりました。やはりタイヤ外れませんね。ホイールが取れてないみたいです。続けてますね。ブレーキのディスクあたりを取り替えているんでしょうか、そのあたりもちょっとよく分かりませんが、さあ36番の放送席、長田さん、ディスクパッドの交換に入ってますね。そうですか、はい、先ほど37番も一度ディスクパッドされてるんですよ。はい、どうやら計算上ではですね、500キロのノンタ
ノン交換できるはずだったんですけれども、はい、思わぬトラブルが出ましてね、これ大事を取って前に乗ることになりますね。フロントのディスクパッドだけ今交換に入っています。高原さん、このフロントのディスクパッド交換の作業に入っている、はい、もちろんそれだけ時間はかかるわけなんですが、まだ外れてません、はい、あ、今外れたのかな。しかしこれは大きな計算違いでしょうね。そうですね、あのパッド交換が意外なあのミスでしたね。全日本の第4戦では見事な勝利を得ているチームですから、計算を、ね、十分尽くしてこのインターテックに照準を合わせてきていたんだと思いますが、そうですね、あのパッド、これは何番 の, あのシエラですか、トラブルみたいですね。シエラ7番のようです。カーナンバー7番のシエラが、いや、これはスピンをしたようですね。さあ、どういった理由でスピンをしたのか、ちょっと今の状態では分かりません。リアタイヤがバーストしてます。左のリアがエアー、はい、はい、れますね、ホイールそのままで走っているという感じですね。さあ、2番手を一通りました。カーナンバー7番のリュードンのドライブのテキサコフォードシエラ、リアタイヤバースト。さあ、必死になってこれはピットに戻らなくてはいけません。ピットまでは戻れると思いますが、はい、相当のロスタイム覚悟ですね。しかし、レースはわからないですね。現在この7番のテキサコフォードシエラは95周目に入っていたんですが、この95周目にタイヤがバーストということになってしまいました。さあ、今ゆっくりとピットロードに入ってきます。一方36番、おっとスープラがスピンです。スープラスピン激突、第1コーナーのところ、今のはどうしたんでしょうか。全くコントロールができないような状態でフロントのディスクを取り替えて出ていったはずのトヨタスープラターボですが、第1コーナーのブレーキングのあたりでちょっと動きが異常でした。さあ、どうしたんでしょうか。高原さん、見てください、はい、コントロール不能に陥っています。これはうかつなことは言えませんけども、はい、先ほど交換したパッドもパッドうまく入ってなかったんですかね。まあ、いろんなことが想像できますが、はい、とにかく残念ですね。さあ、ピットアウトして出ていったところ、36番のスープラは7番手につけていました。7番手につけていましたスープラなんですが、いや、残念です。一方、7番のシエラが今ピットを後にしました。25秒ほどでタイヤ交換を終えまして出ていきました。放送席野崎さん、はい、さん、タイヤバーストしたのだけではなくて全てのタイヤを交換しました。4本ともですか。はい、そうです。そうですか。ということでカーナンバー7番は順位を落としました。4位まで落ちてしまいました。そうですね、これによってあの国内勢 の, あのシエラが3位に上がりましたね。はい。さあ、一方こちらはトップを行っております。総合1位、もちろんデビジョン1でも1位。さあ、そして2位はこの46番の BMW M3 です。一周遅れにはなっているんですけれども、高原さん、シエラが入ってバーストがありました。いつまた何があるか分かりませんからね。そうですね、残り16周、これ何やるか分かりませんよ。はい、コントロールラインを通過しまして、トップを行っております。そしてテキサコフォードシエラと同じ周回数に入っています。差はまだ30秒近く、点がもう少しありますね。40秒ほどあるんですけれども、この40秒の差をこれからどうやって縮めていくか、あるいは何かが起こればすぐ挽回できる、そういったところに控えています。この BMW、そしてフォードシエラ、トスマッチューンのフォードシエラ、この2台がワールドシリーズを本当にこう今年は面白くしてくれています。戸栗高原さん、この46番の BM の M3 ですね、はい、大健闘ですね。ディビジョン2ですからね、はい、ディビジョン2が大排気量を今敵に回しましてね。で、まあ、この富士スピードは非常に高速のコースですので、はい、まあ、こちらちょっとね、無理があるかもしれませんけれども、ね、ちょっとコーナーの多いコース行けばね。そうですね、富士の場合はターボ勢圧倒的に有利という考え方ですからね、はい、トップとの差は40秒ぐらいですか。40秒ぐらいですね、今のところ。の40秒の差をこのカーナンバー46番 BMW M3、 シュニクサーヒューンの BMW M3 でラバーリアがドライビングしながら引っ掛けているわけです。しかし40秒の差というのはトップのシェアライン何かがないとちょっと詰められる差ではないですね。まあ、しかし先ほど7番は、ね、アクシデントがありました、はい、いつ6番にもそのアクシデントが襲うか分かりません。 そうですね、そして国産、まあ、日本勢ということを言ってよろしいんでしょう、はい、トランピオンシエラ、現在は長坂選手がドライブしているはずです。こちらも大
よく頑張ってますね。このインターテックになりまして、コスマスチューンのエンジンに切り替えたということで非常に調子が上がってきました。プライベートからの参加ですけれども本当にいい走りを見せています。さあ、そしてもう1台の36番ですね、36番の先ほどのスープラのようです。今ピットの方に戻ってきました。36番のスープラが今戻ってきました。さあ、どうなったんでしょうか。先ほどリアから第1コーナーぶつかっていったんですけれども、戻ってきました。大丈夫だったようですね。さあ、カーナンバー23番日産リコースカイライン GTSR、 放送席野崎さん9番です。はい、永田さん、36番なんですけど、右のリアはかなり大きくヒットしてますね。はい、フェンダーがタイヤの方に食い込んでいますので、このままではちょっと走れないということでしょうね。なるほど、リアがご覧のような状態になっていまして、ピットクルーたちがちょっと人払いという感じでね、そうですね、残り周回数考えましても難しいんじゃない、レース復帰難しい。あ、これガソリンタンクですね。ガソリンタンクですね、はい、これ危ないですよ。もちろんピットは禁煙にもなってますし、その火の気は基本的にはないわけなんですけれども、やはりエンジンにはね、火使っているわけですからね、はい、あの電気系とスパークすることありますからね。放送席野崎さん、はい、永田さん、いや、あの止めの部分がかなりの勢いで押されてますんでね、はい、タンクが下がっているっていうか落ちたような状態になってしまったんで、はい、あの先ほど出てきましてね、コーナーのところブレーキング何か異常をきたしまして、ガードレールにリアから激突してるんですよ。はい、その後遺症ですからちょっと深いですね、はい、あんたにそのままあの全部のことを送り出すことはできないと思います。現在の状況ではこの36番のスープラ、都合で素晴らしいデビュー便を飾ったんですが、インターテックでは残念ながら涙のリタイアと、そういった状況になっています。現在トップを走っていますのはカーナンバー6番のテクスコードシェーラ、そして23番のスカイラインも追いかけますが、この前にはこの6番のテキサコフォードシェーラ、ルビックスが運転します。現在99周目に入っています。 World Touring Car Championship in Japan。 その道は続く、走ろう、ひたたかな高性能、グレードの香り日産ローレル。会う時が好きな時、スカイラインズミニ日産ラングレー。ポストモダンタイムスへ30分の旅に行ってきました。ライザアズ、新しいタイヤです。毎日少しずつ未来に進んでいる、ライザアズ、新しいタイヤです。急がずにじっくりと磨いてください。ジョンソンピュアホワイト、純天然カルナバローのピュアな輝き。輝きの違いが分かってきます。ジョンソンピュアホワイト、品質で語ればジョンソン。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラ、現在107周目に入りました。従いまして残り周回数があと5周、時間にしましてももうすでに3時間を超えておりますが、非常に快調なペースでポールポジションを取りました。このマシーンがレースをリードしております。そしてその後にはカーナンバー10番のトランピオンシエラ、40番のシュニッツァー BMW、 こういったところが続いているわけです。高原さん、ここまで来ましてね、はい、カーナンバー6番のシェーラが本当に快調なペースでこのインターテックをしていますね。これはカーナンバー23番の日産スカイライン、星野くんですか。オロフトンが乗ってるわけなんですが、第1コーナーでしょうか。第1コーナーです。いやー、これはアクシデント。現在9番手を走っていたんですけれども、リアタイヤから波形を出しながら今ゆっくりとゆっくりと走っています。フロントもバーストしています。いや、残りあとわずかというところに来たんですが、これは大きなアクシデントに23番日産リコースカイラインが巻き込まれてしまいました。コースアウトですね。これピットまで戻れませんね。いや、今どうしたんでしょうか、外側が
から第1コーナーをクリアしようとしたんですけれども、インサイドにいた車にぶつかってしまいました。トップを行っております、このカーナンバー6番はすでに109周目に入っています。112周で争われております今年のインターテック、昨年までの5時間レースから今年は500キロです。ルビッツがドライブしています。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラが現在トップをキープ、非常に素晴らしい安定した走りを見せています。ケアピングこれからかかるところ、全く高原さん不安を感じない走りですよね、はい、そうですね、もう全てが計算通りということでしょうね。このままあと3周、2周ですか、はい、3周を消化すればですが、しかしレースはあとわずかというところでも何があるか分かりませんので、そのあたりは慎重にいってほしいというのが現在のチームの気持ちでしょう。さあ先ほどぶつかりました23番の日産リコースカイライン GTSR が戻ってきました。順位は大きく下がってきてしまいました。現在104周というところなんですが、さあどうしますでしょうか、うまく直せて出ることができるでしょうか。チェッカーから受けないとカウント扱いにはなりません、このグループで。はい、したがってチェッカーの周にピットアウトするかもしれませんね。あ、そこまで待っていてということですね、はいはい、チェッカーが振られてしまってからでは出ることができません。チェッカー振られますとこれどうしたんでしょうね。いや、しかしマシンが飛び上がるような感じで動いてしまっていました。チェッカーが出ますとピットロードエンドは閉鎖されます。放送席の中田さん、23番右のリアフェンダーがかなりへこんでいましてね、はい、ホイールハウスまで食い込んでしまってますね。それを今叩いて引き伸ばそうと、うん、なんとかしてこうチェッカーを受けさせてやろうというメカニック懸命の作業ですね。はい、長坂君ドライブですかというふうに連絡が入ってきますが、まあ、違いますかね。ちょっと僕の記憶で先ほどのヘルメット違いますね。変わったのかもしれませんね。アンディ・ローズに変わっているかもしれません。長坂アンディ・ローズ組のカーナンバー10番トランピオン・シエラ、さあそしてトップを行っておりますが、このカーナンバー6番のテキサコ・フォード・シエラ110周目に入りますね。これからコントロールラインを通過しまして110周に入るところです。そして111周に今入りました。あ、111周目ですね、はい、111周目に今このカーナンバー6番のテキサコフォードシエラが入っています。残りはあとわずか、あと2周です。112周、この富士スピードウェイは 4.470km、 この112周いたします 500.64km、 この 500.64km を一番速く走り抜いた車にまずチェッカーフラッグが与えられます。そして、それ以降各マシンにチェッカーが与えられるわけです。各10周を終わった段階での順位です。10番のトランピオンシーラとは34秒差、ディビジョン2の46番のシュニッツァ M3、 そして40番のシュニッツァ M3、 1周遅れですが3位4位につけています。34秒差というのは1位から見ますと十分なマージンがありますね。はい、このあたりは余裕を走れる、まあ、そういった心境であるとは思いますが、そうですね、余裕というよりももう大事に大事に走ってるでしょうね。さあ B コーナーにかかるところ、この6番のテキサコードシエラ、まあ、これといったトラブルもなくこのインターテック乗り切れそうな、そんな雰囲気になってきました。そうですね、そろそろ最終コーナー立ち上がりましてファイナルラップに入りますね。はい、非常に安定した走りです。選手権争い、第8戦のバサーストのレースがまだはっきり分かりませんので、その結果チャンピオンになれるかどうか分かりませんが、このレースをものにするということは非常に大きいことになります。さあ111周が終わりました。112周目に入っています。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラ、今日はポールポジションからのスタートでした。途中ピットインなどもありまして順位は多少は入れ替わったんですが、終始安定した走りを見せました。ですね、こういう時のドライバーの心境というのは本当にもう祈るような気持ちですね。そして2位につけておりますこのカーナンバー10番のトランピオンシェーラ、こちらも非常に走りを
しました。立派ですね、ワークスのいわゆるワークスではないわけですから、それだけレースを進行していくのも、ね、難しい部分もあると思いますが、非常にいいレース展開を見せました。ファイナルラップに入っています。さあヘアピンを立ち上がっていきます。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラです。ルビック、そしてニースビッツ、この2人をドライブします。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラ、最後の B コーナーに向かうところです。終始安定した走りを見せました。何にとっても速いと言われますこのフランスルビック、見事にカーナンバー6番のテキサコフォードシエラをこの富士でインターセクトで勝利に導こうというチェッカーフラッグですね。さあ今カーナンバー6番テキサコフォードシエラにチェッカーフラッグが与えられました。いやー非常に見事なフィニッシュ、素晴らしいレースをその第3回のインターテック WTC 世界ツーリングカー選手権の最終戦で成し遂げました。最初にチェッカーを受けたのはカーナンバー6番テキサコフォードシエラ、見事なポール2ウィンでした。しました、テキサコフォードチームのクラウス・ニースビッツ選手にお話を伺います。 Congratulations、You're waiting at the pit at the,、when the checkers、yeah. How do you feel? I feel very good and I'm very happy to win this race and、I must say it was not easy to win this raceBut the car runs very well. Everything was perfect. The team was perfect. Rudy Eggenberger and、also my teammate Klaus Ludwig. And so I'm happy to be here. 大変嬉しいです。もう全てがパーフェクトでこのレースを走り切れたということで。おめでとうございます。どうもありがとう。最後は持ちました。持ちました。でもね、テキサコの1台がね、タイヤでトラブって、ラッキーでした。第3回を迎えましたインターテック、現在表彰式が行われておりますが、総合順位をご覧いただきたいと思います。カーナンバー6番のテキサコフォードシエラ、カーナンバー10番トランピオンフォード、こういった順で入っております。9位に37番のスープラ、15位に23番のスカイライン GTSR が入りました。そしてディビジョン1です。総合優勝を果たしましたカーナンバー6番のルドビック・ニースビッツのテキサコフォードシエラが入りました。4位に37番のスープラが入っています。長坂の名前が光ります。さあそして続いてディビジョン2です。ここでは本当に BMW が強かったですね。ラバーリア、ピロ、この2人のドライブしました46番シュリッツァー M3 が入りました。そしてディビジョン3です。中子、岡田組、本当に強い、これで開幕5連勝ということになるわけです。無限シビック、以下トランピオン、デミン、こういったところが続くわけです。さて、高原さん、こういった結果に終わったわけなんですが、今年のインターテック、ご覧になっていかがでしたか？そうですね、これは僕の印象なんですが、はい、カーナンバー6、テキサコシエラのポールトゥーウィン、このチームのオーガナイズの素晴らしさ、はい、カーナンバー10、プライベートシエラ、うん、この2位に入った頑張り、それから3位、BMW M3、 この完成度ですね、はい、これは印象的でしたね。来年はいかがですか、はい、この楽しいツーリングカーレース、ご自身でスターリングを握ってみる気になりませんか？そうですね、来年はね、この解説席じゃなくて、はい、あちらのウィニングサークルに立ってみたいと
そうですね、来年は高原さんにもですね、ぜひ優勝インタビューをね、私の方でさせていただきたいと思いますけど、本日はお忙しい中ありがとうございました。ということでカーナンバー6番見事なテキサコフォードシエラの勝利をお伝えいたしまして、この富士スピードウェイからお別れしたいと思います。皆さんさようなら。